はいどうも、イースヘルセタの樹海の実況プレイ。今回はまあ樹海に向かっていく感じですね。それで一つね、編集してて気になることがあるんですけども、回復アイテムの所持数の上限が気になる。さ、今これいくつ持ってるんだろう。ちょっと待って、3つずつ持ってますね。まあ所持数の限界が3つずつであれば問題ないと思ったけども、でも100回復するアイテムが3つ、500回復するアイテムが3つでもこの時点で問題が起きてて、何が言いたいかというと、多分これ縛らないとぬるゲー多分ボス戦で多分ぬるゲーになっちゃう。これ全部使ってたら、これを3つ持てるとして、例えばね、この戦闘不能回復アイテムね、でもなんか17種類あるみたいですね。素材はなんか10いくつとか持てるみたいなんですよ。これ今12個、鉄鉱石12個持ってますけども、だからこのレベルでもし持てるのであれば確実に縛らないとぬるゲーなんですよ。それ今ちょっと困ってるんですよね。でこれ初見でやってるって言ってますけど、マジで初見なんです。本当にわからないんですよね。やったことないゲームを、しかも最高難度にしてやってるんですけども、だから困ってるんですよね。ボス戦でどうするべきなのかね、どうするべきなのかな。完全にこう縛るとしたら、そことりあえず同窓人だね。うん、埋めました。じゃあ、うん、じゃあ念のためここで姿勢を取っとこうかな。どうしたもんかな。完全に縛るか、いや縛るつもりなんかなかったんですけど、でもこれ縛らないといけないかもしれないなって今思ってますね。はい、まあ、とりあえず、樹海にたどり着いた感じですかね。気配がしなくなったって。大きな木があるのこの辺だよね。なんだろう。うん、精霊樹の苗木が生えてる場所があって、そこには獣や魔物が寄りつかない。神様が植えたって話じゃ、植えたばっかりってこと。神様は現役で活動してらっしゃるってことかな。テントでも張るのか。あ、すごい、こういうもの持参してたんだね。どこに持ってた。よっしゃ、そうだね、これすごいねさすがデューレン先生なるほどね。なキャンプを張るっていう、そういうなんていうか行動ができるんだね。でこのゲームマジで楽しいね、ワクワクするよねここで一夜明かすわけだね。その夜なんか起きるんだね。はい、樹海の澄んだ空気と精霊樹の香りに包まれてまどろむと、体が安らいでいくのを感じる。アドルの脳裏に封印された記憶が呼び覚まされる。これは今作の記憶なのかな。思い出した記憶について話したとね。この樹海にそういうものがある。そういうことなんですかね。キャンプ楽しいね。野営地に到着するとアドルの記憶が呼び覚まされ、他の隠された記憶のかけらの位置が地図に記される。はい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 、ゲージが満タンになる。状態上も回復と。だから複数の場所にこうテントを張れるのかな。なるほどな。よし、とりあえずマップを見てみます。まあ、こんな感じになってますね。それで二手にこう分かれてますけども、ちょっと待って、どっちがいいんだ。
これが記憶の位置ってこと？これ記憶の位置っていう意味があるのかな？ここにもなんか記憶があるってことなんですかね。まあ、とりあえずじゃあこっちから行ってみるか。暁の森って書いてありますね。あ、宝箱もありますね。 BGM 熱い。うん、物騒としてきやがったな。ここから先は本格的な樹海というわけか。知ってると思うが、この先は生還が許されない魔の領域。ここはもちろん時間の感覚さえ狂うそうじゃねえか。あ、そうなんだ。なるほどな。状態異常か。でも回復アイテムとか持ってきてないです。うん、まあ必要であればまあ戻って買い足してきます。お金はたくさんあるんでね。時間が目まぐるしく変化する。そうなんだ。うん、なんかいろんなことやってくるんだな。麻痺、動けなくなる時があるって書いてありますね。効果時間ってあるから、まあ時間さえかければ治るってことなんですかね。ダメージを受けるとゴールドを落とすって、そういう状態時もあるんだね。まあなんかいろいろあるわけですね。よし、ではちょっと待って、南の方のさ、あのもう一方向行けるとこあるから、まあ、それもちゃんと覚えておいてね。まあそれでやっていきましょうか。よし、どっちから行くべきなのか。ちょっと待った、マップ見るときはこっちの方がいいかな。でも同じか、宝箱は近くにある。これ戻れる？あ、戻れないか。あ、ちょっと待って、40ダメージ受けたぞ。ちょっとこれ不用意に入るべきじゃなかった。ちょっと待った。ちょっと待って、回復取って、いやー、なかなか厳しいですね。まだ敵いるみたいだな。どうするか。この湖を、この池をこう、ま、ぐるって回ってみるか。あ、すごいのがいるぞ。硬い。うわ、ちょっと飛ばしてきたな。なんか小さいやつから最初に倒したい気持ちもあります。あ、マジか。ちょっと待って、ちょっと一撃か。これはどうするべき。これはレベル上げるとかそういうことじゃないよね。うん、倒せないね。倒せませんね。なるほど、無視するっきゃないっていうことだ。こっち埋められるのかな。これが木かな？ちょっと待った。とりあえず確認して。あ、これ少年時代か。こういう時代があったんだね。それあるよね。
親父もなんかやってたのかな。あ、ちょっと強くなったぞ。なるほど、まあここはこうなったんだね。これが大きな木かな。ちょっとマップ出してみるか、もう一回。あ、違いますね。なんか湖の上の方から回っていく感じなのかな。ちょっと木の方に行きたいから、ちょっと上の方に行ってみよう。あ、ちょっと待ってよ、こうなっちゃったじゃないか。ちょっと回復してから行こうと思ったのに。まあいいや、もう行っちゃおう。この上の方だね。ちょっと消耗してますけども、ここで回復取れるのかな。あ、でも今毒受けてるか。ちょっと待って、陸があるところでどっか休もう。ちょっとここで、なんか毒の経過時間だいぶ長いですね。まあこっちの方に行ってみるか。この流木には登れないのか。はいはいはい。いや、冒険してるって感じがあってすごく楽しい。ちょっとあのでかい魚、あとこれは倒せるか。おお、強くなった。レベルアップ重要だよな。それでなんかこう右の方にこう回り込んでいく感じか。この辺はなんかあの巨人みたいなやついないから。あ、ちょっとここ危ないぞ。危ない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 。ユレン、こっちに来い。よし、ちょっとこう一息つけるかな。あ、ちょっと魚、よし。こっちの方から行けるかな。ちょっと待て、こっちからだけない。これだ。あ、シールドリング1って書いてあるな。2とかあるのかな。アクセサリーディフェンスプラス5。あ、なるほど。なんか今回割合で増加するわけじゃないんだな。これは嬉しいですね。じゃあまあいいか。とりあえずこの辺どうなってるのか調べたいか。アメンボがいますね。こうなんか上の方に、右の方になんか行けるとこあるのか。ここだね。とりあえず後回ししましょう。こうなんか回り込んでくるといいんじゃないかな。とりあえず木を目指していきたいからね。反響値が弱くて助かるね。あの巨人が異様に強かったね。あれちょっと時間かけてみたんだけど、ちょっと無理でしたね。倒せなかったです。はい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 。そこになんか鉱石が上の方にあるみたいだけども、あと魚気をつけた方がいいな。やっぱ水中危険なんだね。とかいつ今あの泳いでますけどね。ちょっと待って、間違った。ボタン違う。なるべく泳がない方が得策か。でもマップ埋めるためには行くしかない。
うん、ちょっと向こう岸に渡ろう。マップ埋めます。これマップはかなり広大だから埋めるの大変ですね。でも全然苦ではないですね。あ、これなんか鉄鉱石いっぱい手に入るんですね。これは助かるな。まあ、こんな感じかな、この辺は。いや、しかし広いですね。あれ、金にたどり着けないかな。全然間違ってるかな。まあ、とりあえずでもこの辺を探索しちゃおうか。宝箱はこの辺だと。あ、ちょっと魚が、あ、待って、水中にあるか、もしかして宝箱って。あ、ちょっと危ないな、危ない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 。あ、そこに洞窟がありますね。ジュレン大丈夫か、洞窟があるのか。そこの洞窟とりあえず入ってみる。こうなってたのか。一旦戻るべきかな、どうするべきですかね。このまま行くと木から遠ざかってしまうか。一旦野営地に戻りますか。まあここにいますね、この左側ですね。よし、じゃあまあ一回セーブ取って一息ついてやるかな。なんか左の方は平原だったね。ちょっと待って、ということはこっちか。とりあえずそいつ毒与えてくるから。あ、ちょっと待った、一旦戻る。よし、これでいいな。あいつデュレンだと簡単に倒せる。それでこっちの探索をやっちゃおうかなと思います。うん、まだだいぶ広いですよ。あ、ちょっとまた毒か。毒が治るまで少し待つか。あ、宝箱。あ、毒消しか。じゃあ使っちゃおうか。あ、こうやるのか。よし、よし、よし、じゃあ行こう。こういう風に回っていけばいいのかな。あ、なんか水の中入らないといけないっぽいですね。なるほど、あの木になかなかたどり着けないな。またなんかぐるってこう回り込む感じなのかな。あれ、ちょっと待って、これここだけか。あ、これ以上いけないな。そういうことなのか。ということは、なるほど、じゃああの先だ、さっき引き返した先か。まあ行ってみるか。なんかでも全然違う方向に行ってみるかな。あの巨人がいた先に行ってみますか。この右奥に入り口があるから、こっちか。うん、こっちだね。こっち行ってみようか。なんか方向全然違うんだけど、目的地から。俺の番だな。あ、なんか遺跡っぽいですね、ここの辺は。なるほどな。俺の番じゃ。暗いな。こんな感じでしょうか。
雲厄介だな。俺の番だな。なかなかのもんだな。なんかどこに行けてどこに行けないのかっていうのが分かりづらいですよね。上の方に宝箱があるか。まずそれに釣られてみるか。なるほど。あ、ちょっとすごいダメージ受けちゃった。よし、ショートソードプラス3。これ鍛えてやるってことか。あ、そんなことあるんだね。ロングセーバーより強く出すのかな。ん、いや、マイナス19ですね。あ、だけどなんか効果があるのかな。吸収1って書いてありますね。なるほど、ちょっとこれ戦ってみるか。麻痺もプラスされてるぞ。そんなことあるんだね。で、これ面白いですね。ショートソードプラス1でやってみますか。ちょっと回復取ります。この右側には行けないみたいだな。ということは南に池がありますけど、そっちの方を埋める感じですかね。吸収はどんな感じなんだろう。プラス1とかかな。あと麻痺効果も。ちょっとまたこっちで戦いたい。麻痺冬はどんな感じなんだろう。吸収でも大したことないか。1ポイントぐらいずつですね。麻痺もそんなにこう劇的に劇的な効果、あ、でも麻痺入れましたね。まあこれはこれででも面白いね。このゲームやっぱり面白いですね。よし。でもちょっと被害が激しいな。どうするか。威力は高い剣でやるべきなのか。よし、なんか南埋めようか。南のこの辺を埋めて、マップ広い。ちょっと消費が激しいな。 HP の減り具合か。とりあえず今のところ埋め漏れはないのかな。埋め漏れって言い方正しいのかな。漏れてるとかないかな。細長いところですね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。うわ、ちょっと待った、ちょっと待った。カッコ引き返するぞ。あ、ちょっと待って、一旦引き返すか。ちょっと誘導して。あ、ちょっと。よしよし、倒したぞ。これでゆっくり取れるな。アイアンブレストプラス2。これありがたいね。何がプラスされてんだこれ。炎症1って書いてある。だ、燃えないってことか。まあとりあえず防御力上がってるみたいですねこれね。ディフェンス24でプラス1されてるってことなのかな。あ、でもディフェンスはプラスされてないのか。
あ、でも防御力はプラス、いやそんなことないか、いやプラスされてるんだな、なるほど、まあいいか。それで、うん、この後でもこの北の方に向かっていこう。このマップでもまだ全然埋めてないところありますけどね。よし、じゃあ行くかな、この北の方。これはなんだ、このぐらいあったら飛び越えられそうだけど、そういうわけいかないんだね。なるほど、まあこの先には行けなくなっていると。よし、じゃあこの上の方行ってみるか。こっちだな。うん、あ、雲がいっぱいいるんだっけ。違うか、違う、間違う、ボタン間違っちゃう、マップとスキルのボタンが違う。敵がいっぱいいますね。ボタン間違っちゃうな。相変わらずこうボタン操作を覚えるのが苦手な僕。とりあえず雲が厄介だな。雲どこだ。こんなところか。うん、あ、2箇所に行けるところありますね。さあ、まあどっちから行くか。どうするべきなんだろう。あ、でもなんか記憶がありそうですね、そこね。右から行ってみますか。攻撃優先だ。よし、じゃあ行ってみよう。このアップだと思うんだ、多分ね。うん、近いはず。あ、でもなんか隔てられてていけない。宝箱がある。まあ、とりあえず行ってみるか。あ、でも行けそうですね。なるほど。まあ、そこになんか宝箱あるので、ここか。はい、かかってるか。頼んだぞ。お、久しぶり見た金塊。重いだろうな、これきっと。これ換金アイテムじゃないよね、多分ね。よし、あ、待て待て、上の方から回り込んでくるか。とりあえず敵いっぱいいますね。あ、巨人がいますね。とりあえずあいつは倒せないから、この辺か。とりあえずこの辺の敵を倒してしまうと。ちょっと待った。あ、よし、倒してくれた。ふう、まあ、これもらっときましょうか。あとあれだ、この辺でしょ。どこにある。あ、これか。お姫さん。あ、さっきのあれだね、行商人のお話を聞いてるんだね。海賊の話、それ楽しそうだね。
アートル可愛いね。あ、やった、ディフェンス最大値増えました、ありがとうございます。まあ、こんなところにしておくかな今回は。マップの進捗状況、とりあえず上の方になんか宝箱があると、まあ、それ次回取りましょう。なんか大きな木があってそこに進んでいきたかったんですけど全然進めない感じですね。まあ、なんか急がば回れってことなのかもしれないですね。はい、じゃあ今回はこのくらいで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。